トレンド福岡、全国各地の人気メニューが大集合。餃子好きのためのお祭りが開催中です。舞鶴公園で来週月曜日まで開催中のクラフト餃子フェス2024、全28種類の餃子の中にはこんな創作餃子も。わあ、何、背脂ニンニクマシマシ餃子、なこれラーメン屋。黄色のポップが目を引くこちらのお店、売りは何といっても背脂ニンニクマシマシの二郎系餃子です。ゴールデンウィーク連休じゃないですか、あんま匂い気にせずがっつり肉食べてもらってエナジーつけて楽しんでもらいたいです。そんな背徳感たっぷりの餃子、この後劇場で出番を控えるはじめちゃん、匂いよりもスタミナ重視でいきます。ニンニクのパンチすごい、一気に口の中がニンニクの味と香りに包まれました。それと後からこのお肉、餃子の中のお肉の味がこう鼻から抜けていくみたいな、もやしのシャキシャキがめっちゃアクセントになってます。これ欲張り餃子ですよ。さらにこちらのお店ではしゃぶしゃぶ専門店の担々スープを生かした餃子がいただけます。うわー、ラー油とねファオジャオの香りがすごい、この餃子のねお肉の出汁の感じもちょっとしますね。ラー油、唐辛子、ネギ、ごま油、そ何個もの香りが一気に鼻からフッと抜けていきますよ。うわー、しみる。